おのおの好きに飲んでいただいたらいいからね。うわ、始まった本物の仕事の飲みが。いや、言ってないじゃん。勝手に飲んで勝手にさ、これしただけで、あなたがそれもういいでしょう。恥ずかしいな。それも出ないでしょう。人の酔った姿をおもちゃにするな。俺は今日は飲まねえぞ。誰俺は今日は飲まねえ。誰だ、飲まない人。俺は今日飲まねえ。まあでもね、普通に3周年おめでとうなんです。確かに。そう、まずはそれだから。俺はな、プライベートでは飲んだりはするかもしれないけどな、仕事では飲まねえよ。もう入ってるじゃん。昭和の俳優みたいな喋りやめてくれるから。木十六魔王塾配信開始3周年大宴会。周りがやめたらやめちゃうかも。敬語向けると思わなかった。もう何も意味ない。みんなで飲まない。何このパーティーしてる。何が欲しかったんだろうな。まずは乾杯しましょうよ。まあ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 。じゃあ温度お願いします、社長。はい、わかりました。飲むぜ。配信開始3周年お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。うわあ、始まった。いや、酒なんてさ、もう全然飲んでないんだから。飲まないんだ。階段で飲まない。飲むイメージない。一時ね、めっちゃね、誘ったタイミングがあったの。はい。あ、そうなんだ。うん、なんか2時ぐらいに深夜の。うん。遅すぎるだろって毎回断られてた。遅すぎるだろ。やばすぎる。そりゃ行かない。夜の人ですかね。あ、おつまみが来ましたよ。なんかすげえ良さそうなジャーキー。酒とば、ジャーキーいいね。そしてね、お寿司がございまして、もう税の限りを尽くしてください。今日は宴でございます。まだそれでいいか。ボス倒した後のルフィの気持ちで言ってくれ。そうしよう、宴だ。こう飛びながら樽でできたの。そうそう。前回の時もさ、俺お前あんま飲めたくないっすよってテンションだったんで前回。うんうんうん、いつスイッチ入ったんだろう。俺だってもう記憶にやっぱ社長のあれがね。もう一回見たいよね。いいでしょあれもう。あれ呪術をパズルになったからな、あのシーン。今日はもう社長じゃない、ただの男です。なるほど。ただの加賀美隼人に戻れよ。たまには。たまにはね。その荷物でっけえの下ろせって。全然いらないよ。その荷物下ろせよ。じゃあ少しだけログマになってくれないか。じゃあその時私が加賀美隼人になった時は俺たちも2人はちょっとだけログマになってくれないか。階段張ると不安だとちょっと思い出してちょっとだけなってくれないから。いただきます。いただきます。おお。お寿司もありますからね。そう、このお寿司美味しいね。うーん、なんか今日飲むって聞いてたから、うん、結構食べちゃったんだよ。ご飯入ってないとしんどいからね。引っ張らで入れるとみたいなの聞いたことがある。見たいのはあるんですよ。どうしても2つ食ってたからね弁当。違う、3つだよ。あ、3つか。なんで言うと、なんで言うと、なんで言うと4段。おかずが2段と白米1段で。白米は1段にしたんだ。あ、そうそうそう。あ、そうなんだ。弁当で言うと 1.5 だからあれ。でも具のところ唐揚げ3つぐらい入ってる。数字がマジックです。めっちゃ入ってたけど。唐揚げ3つは誰だって食べるからさ。いいでしょ。お腹いっぱいになったよね。まあ結構。あのオクラのやつって食いました。食べてない。階段をさ、トマトはさ、まだやっぱきついの。それともきついけど、ぶっちゃけ食える。きついけど食えはすると思う。本当のやつまだありそう。頑張ってトマト食べさせられてるけど、あなたが食べるべきなんだ本当は。そうだよ。だって海田くんのトマト嫌い度より多分社長の何か嫌い度の方が高い。納豆とか多分。まあまあまあ多分。そうだよ。お、あ、どうした。立ち上がったぞ。分かった。ここで俺がジャブを入れよう。何、今日のために。あら、なんだそれ。ご用意いただいております。コストっぽい。テキーラ。テキーラだ。1800。早くない？もう一歩前あるじゃん。いや違う、これはね、今いっぱい飲むんじゃなくて一回ジャブを挟むって感じ。ああ、なるほど、ね、コンビネーションだ。そう、一回これを乾杯挟むと上がるね、うん、やばい、乗ってきちゃったね。社長さん。なるほど。解散。ちょっとよりちょっとだけありません？いやもう社長仕様なんで。なんでなんで自分合わせなのこれ。え、なんでなんでなんで、え、嘘。いや、一緒。なんで見せて、見せなさい。一緒一緒一緒。そうかなこれ。全然違う。乾杯。完全に一緒だ。よろしくお願いします。あ、これチェイサーを、オレンジジュースを人数分いただいてもいいですか。それの1回飲むだけ大丈夫。後で、後で消えるよ。すげえ。そう、ホストすげえ。テキーラ飲んでチェイサーでオレンジ飲んだら本当だ、苦味が一瞬抜けるから。え、すごい。でこれの無限永久期間が始まる。ちょっとこんなことしてるんだ。夜の世界の飲み方。
お酒美味しいっていうかやっぱ酔いなんだあなたは。まあ、やっぱ酔いがねあるとね、やっぱその普段って気使って生きてるから。そうだ。この人は気使ってんだ。氷でもいい。絆に乾杯。絆に乾杯。おお。でオレンジジュース。これすげえマジオレンジ作ってくれるでしょ。マジでリセットされる。オレンジってそんなすげえの。これめっちゃ作ってくれる。大人の世界で再評価されるの。アルコールって下のなんか真ん中から奥の方がずっとこうなんかね苦くなる、うん。そう苦いんだよね。感じがするんですけど。それが止めてくれる。それが完全に口の中ただのオレンジジュースになるから。なる。なんか面白い。オレンジジュースって子供の世界で最強じゃん。いやそうだ。その大人の世界で2段階目 B 面あるんだオレンジジュースって。すげえけど結構回るね。回るね。このさこういう動きするともっと回るよね。もっと回る、ね。なんで回すんだ。そう何をやってるの。え？まあゴゴティーでもいいオレンジジュースじゃなかったら。あそうなんだ。いやこれいい乾杯入りましたよ今。なんかせっかくだから、うん、まあ美味しいお酒飲みたいと思っていくつかも。おじゃあ次ちょっと俺がさっき紹介したあれだから社長のなんか紹介。テキーラじゃないやつね。二つあってそう梅酒飲みたいって言ってたじゃないですか。うんうん、でそれで、まあ、持ってきたのがまあこれなんかいいのがあるとなんですけど。プラムトニックバイシー。うわうまそうめっちゃ。梅酒よく知ってるよねこういうの ね。あとウイスキーでまあこれが一番好きなんですけどオクトバー。何それ、何それ、これはなんかいわゆるなんかピートコ、まあ、ウイスキーでよく言われる樽っぽい燻製っぽい匂いですよねすごい容器がいいよねまず人によってはだからもうほんとなんか樽をそのまま吸ってるみたいなものなんだ酒樽ただ吸ってるぐらいの風味だからこれ結構好き嫌いあるかも私はめっちゃ好きへえじゃあ、マジであの味わって飲んでくださいこれはこれは味わって飲んでくださいあと普通に値段もするからあれあーダメかあオレンジジュースを飲んでなおオレンジジュース超えスモーキーな大人の味するあやっぱなんかね燻製みたいな香りがめっちゃスモーキーじゃあロフマウの話もしましょうロフマウ今3年経ちましたじゃあこっからまた3年後どんななってるかと6周年ロフマオの未来について論じようぞとでもよほどなことない限りでもやってそうな気するよなそうですねマジ話すぎるけど、うん、大阪城ホールで何ができるかによって来年再来年どこで歌ってるか決まるぞっていう話は、まあ、大人たちとしてて、はい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 、大阪城ホールでは結構できたなっていう、うん、かましたと思います感じがするんですけど、うん、とにかく6周年の時あの楽しませ方ができてたらいいなって思ってますね変わらずね、うんうん、シンゴジラの話なんですけど庵野監督がシンゴジラってシングルトラマンに引き継いでシンゴジラの話させていただきますけど庵野さん出てくるなあれ結局初見でゴジラを見た方の恐怖感みたいな度肝を抜かれたみたいなものを今持ってこようと思ったらここまでやる必要があるみたいな、なるほど、そういう作り方だったんですよね。だからちょっとロフマオもだからその5年目のライブとか相当やる必要があるんだろうなってちょっと思ってますね今から。でもやっぱその頃には技術もね我々のできることもきっと上がっているので、そう上がってるだろうから、まあちょっと自分たちも去ることながらちょっと世の中の技術革新みたいな。そうものにも祈ってる。そう我々が楽しいのはさ普通にさこのライブでできることの上り幅って基本的に技術革新はやっぱゆっくりなわけだ、でも我々はできることがかなりすごいスピードで上がっていってるわけじゃないですか。そうなんですよね。そうあーとあーとやりましたファーストコモシはフワさんでございました今日の関係ないとこでめちゃめちゃオレンジジュースがこぼれている。すいませんね本人が微動だにしないのがいいティッシュあるっけタオルあとタオルタオルの規模感だもうこれ結構いいテーマでいい話しようとしてないいい話だったよ今ねえふわっちはロフマオの3年後どうなると思う、うん、そうちょっとまだその話、うん、確かにからしたいですよ、うん、まあやったっていいやるやらないの話ねまずそこか、うん、それってふわさん個人としては別に3年後のビジョン余裕であるまあ俺は今んとこあってそう、うん、別に辞めるビジョンとかなくて辞めるビジョンないっすねもちろんそういいねでも俺周り流されやすいタイプだからな、うん、周りが辞めたら辞めちゃうかもな、じゃあ辞めらんねえなちょっとすごい話できたなるほど親しいメンツが辞めたらねやっぱちょっと左右されちゃうかもですね、まあ、ねあいやまあどうだろう自分なんかできる限りはじゃだからその観点でロフマはやめなさそうだなと、うん、なるほどほらね
分かった。俺がここで1個ゲームしてあげよう。ゲームだ。なんでなんでなんでなんだ。じゃあテキーラ持ってきてもらっていいですか。テキーラ、酒のゲームだ。もういいだろ。酒のゲームで始まるぞ。ピンパンゲームで。ピンパンゲーム。俺が連続で言うの。ピンピンパンパンパンピンかっていう感じで。でその次に来るやつは何ですかって問うので、それを当てれたらあなたの勝ちです。なんてもう一回言って。例えばじゃあ俺がピンピンパンパンピンパンパン、うん、次来るのはピンかパンかどっちかっていうのを俺はもう決めてんの、うん、そうでそれをじゃあピンですかって分かんないじゃん本当に決めてるか。いやもうそれ決めてるんだ。それはもう3年の信頼があるよ、うん、じゃあ勝ってる方さんが俺が飲む、それは僕が負けたら僕と社長が飲む、飲むそう。なんでなんでなんでおかしいだろ。いやこれは3年の共有、絆の共有よ。いらなこの3年じゃあ。だからもう本当正式にいくよ。じゃあピンパンゲームいくね。ピンピンパンパンピンパンパンピンパンパンピンピン。次パンピンです。アウト。パンだろ。アウトです。パンだろ。理不尽。絶対パンだぞ今の。あの流れでピンはないね。これもね正式ルールなんで絶対ない。いただきます。いただきます。計算も飲んでね。分かった。なんか無事なうちに水もらった。このピンパンゲームはもう流通してる。これもうね鉄板だね。鉄板なんだ。それはあの保証人みたいなあらかじめ答えを聞いておくみたいな無粋なんだ。やっぱそうなんですよね。無粋です。それはでこれが連帯保証人。連帯保証人だ。この姿が連帯保証人。反抗さなくてもなるんだ。何もしてないし、そう何もしてないし、口約束でこうなる。言い合わせただけで、うん、あれもしていいっすよ。何どれ。トントンゲーム。トントンゲーム。何それ。それは一体なんだい。ね、うん、飲むじゃないですか、はい、飲んだ後にトントン、はい、それ知ってるで。しないともう一杯です。どういうこと。てかトントンだったら別にみんなトントンってすればいいだけじゃん。まあさん、うん、乾杯。乾杯。おいしいよね。で飲んで飲んでトントンしなかったらダメです。そうです。みんなするじゃん。そしたらいやこれね忘れるんです意外と。あ、なるほど。ある程度深くお酒を飲んでる状態だからこそトントン出てこなくなるんですよ。ねえ、トントンすればいいだけでしょ。忘れんのそれを。いやめんじゃねえの。それがね面白い。これウノみたいな話。そうだってあの人にトントンができると思いますか。確かにミスなくできるな。あー、ね、そういうことね。はい、あげたら。あーなるほど。いやでもこれさっきのオレンジジュースのメソッドすごくいいんですけど。あ、してない。してない。マジ第一投でしなかったよ。おい、あんたが言い出したことじゃないの。嘘だろ。スタッフ。違う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 。言い出して一回目だったぞ。待って、スタッフにはめられた。いや、はめられてねえわ。僕はあまりに、あれ、あ、もう中いっぱいだ。入ってるかな、それマイクに。まあそう2人ともだってあれですもん、なんかバルツのあれとかもあって、でなんかそのアルバムだ、そのソロイベントだ、あ、負ける理由付けをしてあげてる。優しいぞ。これ一個上なんじゃないか。社長でも俺は社長がリーダーでよかった。社長の元でなら従ってもよい、命令に。そうなのか。一生ついてってもいいよ。僕人の下につくの嫌いなんですけど、社長の下につくの。嘘つけよ、コンビで辛いやがって。そんなに言わなくたって。そんなに言わなくたってあなた。おい、クソガキ黙っとけ、このカス。ケイモシさん食うの好きですよ。いや、そうそう。黙っとけって、お前もう。いや、ちゃんと強い言葉で言える人に対しては本音を言ってもそんなにね、悪いことしてる感がないから。なんてもっこ大きい声で喋れ。もっこ大きい声でしょ。ダメだ、酔っ払いだよ。怖、びっくりした。プワ、起きろって。まだ祭りは終わってないぜ。今日はね、お腹いっぱいの日だね。あー、そっか。それも酔っ払ったとかじゃなくて、お腹いっぱいとか眠いとか、なんなんだよ。やべえ。酒でお腹いっぱいの日だから、これ相当やばいかもしれない。ちょっとプライドは残ってるのいい。もうやばい、本当にやばいぞ。すごいな。ワクワクすんな。いや、いいよ。いいかもしれないんだよ。すいません、鑑定が来ました。鑑定が来たっていうな。拒否するな、あんまり。あんなところにジェンガが。なんだって。やってみよう。ジェンガだとは。ジェンガ勝てんの？あのちなみに前回なんか酔ってるからパーとかやったけど、もう何も意味ない。シラフですけどね。あなたが何を言っても何も意味ないわ。シラフですけどね。前回使えなかったからな。そうだよ。今回使える映像にしてやらなきゃ。やめろ。あ、いいよいいよいいよ。あ、まあまあまあ。あ、いい。あ、本当に下手。ガチで下手。横着になるな。いい。ダメ。本当にダメなんだな。あ、本当に、あ、本当にそうなんだな。なんで嗅ぐんだよ。あんまり
もう偉いそれ。おっさんずるいから反対の手でやったら。反対の手。おいそっち、おい。いや、そう、そうなんですよ。シラフでも聞いて。あ、ここはどこだ。うるせえな、マジで。おい、おっさん、うるせえよ。おっさんって言うな、お前。真意を持ってたって。傷つくな、今年で30なんだから。先輩ではあった。やる、フワッチ。やる。おい、待って、待って、これ載せてないから。ルールに忠実ない、いいよ、別に。いい、いい、いい。無理なんだ、無理なんだから。1個回数とはもう、OK ねえんだから、自分で。さあ、フワッチ。どこでもいい、正直。お今のフワさんだったら、うん、もう一個でも、一個でいく。うまい、うまい、うまい、うまい。うまそうや、この人はテクニックの人だからね。そう、ありとあらゆるゲームで銀メダルを取るのがこの人だから、ね。ちょっとそれは言わないであげてほしいな。言わないでください。うん、いいじゃん、うまい、うまい、うまい。あ、これだね。いやでも正直海田さんも頑張りましたよ、マジで。何？頑張りました、海田君。うん、いや、何？本当に海田さんでよかったなっていうフェーズ何回もあった。いや確かにそうなんだよ、さっき言った。おお、俺黙ってたけど俺社長のこと大好きなんだよね。いいわ、一旦純がいいわ。そのつもりで喋ってたんじゃないんだ。ずっとついてってもいいと思ってるよ。社長、俺はあんたのこと大好きだよ。分かった分かった、かっこいいんだ。分かった分かった分かった。おいしい、やっぱり。おいしくない？うめえ。これおいしいんだよ。え、ちょっとスタッフさんで飲める人いれば。いや、うん、ちょ、スタッフさんも飲めましょうよ。僕は思うんすよ、みんなでロフマオなんすよね。うるせえ、無駄に熱いやつ。お前いい、4人じゃねえ。超いいな、階段。4人じゃねえんだよ、みんなでロフマオだろ。なあ、頑張ってきたじゃん。やだな、こいつに何言っても意味ねえんだろう なドラゴンだからな、俺はよ。なになになに、やばいやばい、ドラゴンなの今。気持ちはドラゴン、あ、完璧マスター。完璧が来た、言うな、あんまり。あんなところにグッズが、僕が告知してみよう。僕ですか。え、そう、今の状態できたら大したもんだよ。ね、これハム魚のクッション、うん、いいね。投げんな、発売前の。あ、よくわかんない段ボールに頭うつめるな、怖いから。おめでとう。家具だ、家具だ、あんまり。人のパペを家具んじゃない、あんまり。怖い、獣だ、アクスタ、それアクスタ、怖い。いい、アクスタを目に当てないで。気持ち悪い、やめろ。いい、別に。でも確かにディスプレイとして6万丼を使うのは全然構わない。ああ、ぬいよ、丼の中に入れちゃうって、今あの季節しこうなったけど。いや確かに、うん、全然それはそれで構わない、うん、あのすごいな、これ自分でやったのに海田さん入ってないかな。もうどうでもよくなっちゃった。どうでもよくなっちゃったんだ。ガンタンク、ガンタンクだった。ありがとうございました。全然ガンタンクじゃない一つも。あ、うっさ、フワさん、久々に登場したと思ったら退場して。フワさんマジで終わってる。あんたがやっぱりいかけんなよ。こいつコウモリじゃねえか。ドイツにもあんたが最高だっつって。バカ野郎、なにかいい、最悪の、最悪だわ。ロフマオってやっぱいいよな、最高。はい、締めてください。二人トイレ、一人は床と同化してる。何が正しいって言うんだ。こうなるぐらいだったら自分がピエロになればよかった。それなんだったら M87 のフルを歌えばよかった。何が欲しかったんだろうな。プレミア公開でこれを見てるあなた、何が欲しかったんだこの動画で。それがわからない。それが分かってれば今200万人記念をしていたんだろうな、ロフマオは。すまない、申し訳ないと思ってる。自分の力不足はオンエアのために感じてる。ただそれでも頑張っていくから、なるべくみんなを楽しませるつもりでロフマオやっていくから。ロフマオがあれだけやってるんだったら2時3時はここまでやってもいいよなって思ってもらえるように、ロフマはやってるから。イエーイ、それならいいなって思ってる。めっちゃホーリーで、だから本当に助かってる。本当に助かってる。こっちはこっちで出来上がってる。いやマジででもよかった、この4人で。いや怖えな、社長と一緒でよかった。マジでよかった本当に。うん、人を愛してる破壊神だ。ロフマはどうなってほしい、カイラ君は。やっぱね、ずっと続いてほしいよ。楽しくてしょうがない、ロフマオが。
な、そうなんだ。涙出てきた。嘘つき。出てねえよお前。ロフマン好きなんだよ。カラカラじゃねえか。なんかね、かけてもいいって思えるんだよ、ね。かけてもいい。何に？何？全部を。ああ、もうこれに全部かけられるロフマンに。うん、あ、そう。だから僕が死ぬときはロフマンと一緒に死ぬんだよ。いや、ロフマンは死なないし、別に。そんな本気だった。そうだよ。あ、本当。まあでも。ちょっとアウェイなところ出させられたとして、うん、まあ一応自分が喋るっていうのは結構多いんで、はい、うん、あ、まあでもやっぱり今フワさんとかも、まあ、こうなっちゃってるけど、メンバーのその時の体調で、うん、な、何かあるわけじゃないですか正直。でその時に、まあ、基準になってあげないといけないなみたいな。あー、なるほど、うん、6万打ってこうなんだっていう時の定規は必ず、まあ、自分の方から用意してあげないといけないなっていうのがあって、軸太郎という、まあどこに出しても恥ずかしくないようにしてあげないと報われないよなって思ってて、そうなった時に舐められないようにしたいなっていうのは、まあ、ずっと思ってた。なるほど、うん、でそういうところで例えば NHK、うん、出させていただいたりとかして、なんとかそのネットでただ流行ってるだけの、他に出たらただ通用しないだけのグループみたいな風からほんの少しでもいいんだ、1ミリでもいいから抜け出せたらいいなってずっと思ってる。なるほどなるほど。自分は、うん、正直自分がこの前に飲み会した時以上にロフマオっていう名前は一人歩きしてくれたし、うんうん、10年後とかになって、うん、なんでこんなもの応援してたんだろうって思わせない、戦ってたんだぞって思えるようにしたいなっていうのはずっと思ってる。あ、素晴らしい。ある種の理性というかクオリティを担保しようっていう、うん、みんなすごい頑張ってるからさすごい先生だいや、いい話が聞けましたよ。いいね、このやっぱこれですよ泥酔ってのは、うん、ああなったとして他のメンバーが良かったなとか一切思わないしそう、あんな集大を見てもなおね、見てもこれはすごいことだよ。だもう少し頼っていいんだったら頼ることもあるだろうし、うん、頼っていいよ頼りたくね、いや分かんない、全部が全部大好きだから。いやでも素晴らしいよ、このねアルコールが、うん、まあ良くも悪くも人の本音を言う、こんな熱いことないよ。 VTuber なんてさ遊びみたいなところから始まってるものもね、うん、大いにあると思うんだ。それをこんだけ熱く、そう、目標を持って、もういいじゃん、うん、怖いよ、怖いなやだ、自分の町にいてほしくない。ジョーカーいる、ジョーカー、ジョーカー締めようか、やべえ、終わらせにかかってくる、やばすぎ。あ、じゃあふわっちもね、あの生き返ったところでどうでしたか。よかったね。そう、よかったね。ロフママについて熱い思いをねちゃんとみんな持ってたっていうことでね、こういうのはないと。でも最初に言ったけど、やっぱねどっか落ち度があってからドラマが生まれるというのもあってね、こんな感じで。いや、これで良かったのかもしれない。スペースのロフマンはこのコートで飛んでく、もう分かった、うん、そうそう、それでいいんだ、この振り幅こそロフマンである、うん、それが分かっただけで良かった。でも俺はメンバー好きだからそこで目指そうな、こういう男をもう連れてくから、うん、自分が頑張って。そうね、うん、大丈夫、全部うまくいく、はい、かっけーやっぱ黙ってるやつがボソッと一言だけ重要なこと言う。アニコムパーティーしようよ。いやでも今日どんなに醜くてもアニコムパーティーしてる、頼りにしてるからちょっと悪いけどもう少し付き合ってもらうぞ。そう、この旅路をね、100万は道中だって。いいんだな社長、ついてください。もう知らんぞ。いいんだな。いいよ、オッケー。この酔いで振り落とされない旅路がもう始まってるってことだから。では皆様が見たかったロフマを、もしくは想像だにしてなかったロフマをこれからも見せてまいりますんで。熱いな。これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。やめなさい、やめなさい、最後踏むの。よし、じゃあ2次会行こうぜ